ブラッドオレンジはオレンジの一種である。その名の通り、血のような色の果肉を持っており、いくつかの品種が存在する。ブラッドオレンジは平均的なオレンジと比べると果実が小ぶりである。他のオレンジと同様に果皮の表面に小さなくぼみが見られる。果肉はオレンジの仲間の中では特徴的な紫がかった脳積色をしている。果肉の色は アントシアニンによる。アントシアニンは植物の花や果実に広く分布する色素だが、柑橘類の果実がアントシアニンを持つのは珍しい。すべてのオレンジはザボンとタンジェリンオレンジの後輩種だと考えられているが、このブラッドオレンジはそうしてできた甘口のオレンジの突然変異種と考えられている。ブラッドオレンジブラッドオレンジジュースブラッドオレンジには3つの 有名な品種がある。スペインのサングウィンロに、そのサングウィンロが変異してできたとされる、イタリアのタロッコ、そしてシチリア島のモロである。なお、その他の品種として、次のようなものがある。ブラッドオレンジは、他の多くの柑橘類と同じく、ビタミン C の補給源として適している。他の一般的な柑橘類の相違は、アントシアニンも得られる点である。他に、 葉酸やビタミン B1 の補給源ともなる。果肉を食べることで食物繊維も摂取できる。利用法としては生食だけでなくジュースやジャムの原料ともなる。ドレッシングや強化脂、火費を香辛料として用いたパン、ブラッドオレンジで香り付けされたビールテイスト飲料なども存在する。ブラッドオレンジの産地として知られるシチリア島では、 薄切りにした、ブラッドオレンジ、同じく薄切りにしたウイキョウの球根、オリーブオイルとで作る、冬のサラダが有名である。ロピーサーダ、P、パオロロピーサーダ、ファビアナ・ファネラ、アンド・エマヌエーレ・マカーン、ディライアビリティオブ・アナリティカル・メソッツ・フォー・ディターミニング、アンサーサイオヌンズ・イン・ブラッドオレンジ・ジュース、ズ、ジャーナル・オブ・アグリカルチュラル・アンド・フェード・ケミストリー48 2249から2252ニーコロシー、イーデング、ゼットエンジェンタイル、A、ラマルファ、S コンテネラ、G トリブヤラト、E、シトラスファイロジェニー、アンドジェネティックオリジンオブインポータントスピーシーズアズ、インベスティゲイテッドバイモレキュラーマーカーズ、パグティーレティコロアンドアプライドジェネティクス100、1155、ハットルーサー、ワルター、レオンデクスターバチャラー、 ヘルベルト・ジョンウェブ、ありがとうございます。